皆さんこんにちは。1999年にリリースしたセブンスシングルラブマシーンがミリオンヒットし、アイドルの一時代を築き上げたと言っても過言ではないモーニング娘。派生ユニットプッチモニや子供向けのミニモニもヒットし、モーニング娘。は全盛期を迎えることとなりますが、そんな時期を支えたメンバーは今や家庭を持ちママタレとして活躍しているメンバーもいます。そんな今でも輝きを放っているメンバーの一人でもある辻のぞみさんが先日モーニング娘。OG で集まった際のエピソードを明かしていました。今回はそこで語られていた現在の彼女たちの状況やそこに誘われなかったメンバーのことについて調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。モーニング娘。のメンバーとしてデビューし、現在は高校生の長女、中学生の長男と小学生の次男、5歳の三男の4人の子の母となった辻のぞみさん。そんな辻さんはウィズオンラインで大好きな人と結婚しようを連載しており、その連載の中で先日モーニング娘。OG もすっかり大人ですというテーマでゴールデンウィークにモーニング娘。の OG メンバーが辻さんの家に集合した際の話を振り返っていました。この話はネットニュースなどでも話題になったのですが、一体どんな会話が交わされていたのでしょうか。辻さんの家に集まったのは矢口真理さん、安田圭さん、田中玲奈さん、藤本美貴さん、佐藤正樹さん。辻さんはこの会話あらかじめ予定されていたものではなかったことを明かし、実は声をかけたのは10日ほど前。これまでもお仕事でメンバーの誰かと会うたびに子供たちも連れてみんなで集まりたいよねという話になってはいたのですが、なかなか実現できずにいました。それぞれ仕事でもプライベートでも忙しいし、このまま受け身だと集合するのは難しいよなと思って私から声をかけることにしたのですと自分から声をかけたと話していました。ただゴールデンウィークは予定を早くから決めている人が多いため、正直ダメ元でとも思っていたそうですが、意外にも参加の連絡が続々と来て嬉しかったそうです。当日集まれた OG メンバーは先日した5人だったようですが、それぞれのお子さんやパートナーなども集まって総勢20人にもなったそうです。当日については寒くもなく暑くもなくという、せっかくいい季節に集まるのだから当初はバルコニーでランチをしようと計画していました。当日せっせと作った料理や買ってきたピザなどを外に運んでセッティングしていました。ですがその日はめちゃくちゃ天気がいい日で、もはや暑すぎてとてもじゃないけど外では快適に過ごせず、すぐに家の中に移動、涼しい環境でのんびり過ごしましたと家の中で過ごしたのだそうです。そして辻さんはかつてのメンバーたちのママとしての表情を見ることができとても新鮮だったことを話していました。例えば矢口さんや安田さんは常にお子さんの近くにいて寄り添っている感じだったのに対して、辻さんと藤本さんは基本的には子供を放し飼い状態だったと笑って話していました。見える範囲にいれば自由に遊んでくれという感じなのだそうで、藤本さんの娘がプールに入りたいと言った際には念のためにと藤本さんに許可を取りに行ったそうですが、ぶち込んでおいてと帰ってきたのだそう。辻さんはそんな藤本さんと感覚が似ていると話しており、もちろん冗談だけどそういった表現ができる感覚が似ていてすごく親近感が湧いたりしました。もしかしたら子供の人数によって対応が変わってくるのかもしれないですね。子供が3人を超えるとどうしてもちょっとざっくりになるというか、人によるのかもしれないですけど、私とミキちゃんはそのあたりの感覚はかなり似てるように感じましたと話しています。また新たな発見として子供との向き合い方と仕事への姿勢には共通する部分があると感じたそうで、メンバーたちの子供への対応を見ていると
意外だなということはほとんどなくて、そうだよね、仕事の時もそんな感じだったよねと、どこか懐かしさを覚えるような感覚がありましたと話していました。モーニング娘。時代から深く関わってきたからこそ気づける発見ですよね。そんな仲間たちと集まるとなれば、現役時代の思い出話や近況報告などの話で盛り上がると想像しますが、実際はそういったキラキラトークはゼロだったそうで、NISAに保険、税金、お金トークで盛り上がったと話しており、実は一番盛り上がったのはもっぱらお金の話。気づけばみんな子供がいたり親が高齢になっていたりと、すっかり大人になってますからね。ねえねえ、新NISAってやってる？というところから始まり、税金の話とか保険はどこの会社のどんなプランがいいのかとか、ほぼほぼそんな話でしたと話していました。特に藤本さんはそういった分野に詳しく、ずっと解説してくれたそうで、藤本先生の講座になっていたようです。なんとなくその光景が想像できますね。元アイドルたちの集まりではあるものの、普通の女子会やママ友との会話と何ら変わらない気がして、なんだか辻さんをはじめモームスのメンバーたちも本当にすっかり大人になったことを実感しますね。また今回集まったメンバーのお子さんは圧倒的に男児が多かったそうで、ママたちの横で遊ぶ子供たちの方ではハプニングが発生、網戸になぜか突っ込んでいった男児がいたのだそうですが、辻さんにとっては男児が集まると事件はつきものなのだそうで、うちにも3人の男児がいるので、これくらいのことは慣れっこ、はいはいということで気にもなりませんと話していました。またこの OG 会はお昼頃にスタートし、最後までいた人は夜の12時くらいまでいたのだそうで、かなりロングタイムの会になったようですが、辻さんは子連れで集まれたことが嬉しくて、あっという間に時間が過ぎたと語っていました。私はメンバーの中では誰よりも早く母親になったので、かつていつかみんながママになったら子供と一緒に集まりたいなと思っていた夢が実現したわけなんですと、とても嬉しそうでした。また開催したいと考えているようです。ハイパー塩対応。この話がネットニュースになると、ネット上ではやっぱりライフステージが上がるにつれ、話す内容や集まるメンバーも変わってきますよね。同じ頃に夢を追って仕事もして、同じようなタイミングで結婚や出産をする仲間が自然と集まるのは良いことですね。昔トークしないのは今が充実しているからなのでしょうね。元アイドルが今もこれだけ活躍しているってすごいことだと思う。ママタレの4人は想定内だけど、レイナとマーちゃんはなんか意外かも。活動期間は違くてもモームスの絆が続いててファンも嬉しいと思う。皆さんは幸せそうで何より。メンバー同士家族ぐるみでこれからもずっと仲良しでいてくださいと好意的な声が多く集まっていました。しかし中にはここに誘われなかったメンバーについて言及している声もありました。例えば中澤優子さん、辻さんは中澤さんについて、中澤さんは福岡に住んでいるので突然お誘いするには遠すぎるなとさすがに声をかけられなかったと話していたのですが、ネットの声の中には福岡にいる中澤さんはってゴールデンウィークでもしかしたら東京にいるかもって一応声かけるかも、私なら後から私も東京いたよなんて言われたら気まずい、中澤さんは福岡だから呼ばなかったというより呼びたくなかったのでは、同世代の中に一人姉さんが来ると気も使うだろうしね。グループ LINE で声をかけたんではなく個別に声をかけたってことかな。こういうのって遠くだからお誘いしなかったとか、忙しそうだからお誘いしなかったとか言われてもやっぱり多少ショックだよね。この記事見て知った人もいるだろうしと、人を選んで誘っていることに否定的な意見も見られました。ただ大人になるにつれて付き合う人を選ぶようになるのは普通のことだと思いますし、辻さんなりの気遣いもあって
呼ばなかったのであれば、それも本人には伝わると思います。また辻さんの成功があるのも周りの環境の影響もあると思います。実際 WU として共に活動してきたはずの加護愛さんは、喫煙など本人の行いでイメージが悪くなった部分もありますが、周りにいる人の影響でさらにイメージがダウンしてしまっているという印象も受けます。大人になったからこそ付き合う人間を選ぶことは必要なのかもしれないですね。ハイパー塩対応、いかがでしたか。辻のぞみさんは結婚当初はママごと婚などと言われたり、ブログを更新すれば炎上したりと散々でしたが、今は4人のお子さんを立派に育てて、素直にすごいと思いますよね。今回の OG 会もみんな楽しそうで、話している内容も庶民的で好感が持てました。母親として奮闘する傍ら、芸能活動も頑張っている辻さんをこれからも応援したいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。